販売促進部西村と申します。よろしくお願いします。甘辛手帳うまいものフェアと厳選職人の技が始まりました。関西の食を代表する雑誌甘辛手帳角上顧問中本編集長を中心に味を知り尽くした担当者が激論を交わした上で推薦していただいたお店ばかりの集合です。百貨店初出店や梅田本店初など実力派勢ぞろいです。その中から今回ほんの少しだけご紹介させていただきます。京都府外初実演販売がようやく実現できました、京都からみたらし団子の梅園さんです。ありがとうございます。京都から来た梅園です。みたらし団子の実演販売をいたしております。お待ちいたしております。秋田小町の米粉 100% を使用して作ったケーキの数々、六甲から杉子の天美さんです。はい、美味しいけど体に優しい、ケーキやシフォン の数々です。よろしかったらお立ち寄りくださいませ。お待ちしております。創業時から変わらぬ味のコロッケとすき焼き肉がたっぷり入ったコロッケ、京丹山から肉の森田屋さんです。美味しいお肉がたっぷり入ったコロッケ、盛りだくさんあるんでぜひ食べに来てください。あと僕にも会いに来てください。お願いします。厳選職人の技では21の職人さん方に来ていただいてます。明治30年創業の老舗藤本寅さん、材質に応じて選定されたブラシの数々です。手植えブラシの藤本寅です。浅草から来ました。うちの特徴は天然毛ですね。イノシシとか馬の毛で、品物をいろいろ作っています。用途的にはいろんなものがありますので、どうぞ皆さん一度来てみて触れてください。新しい味との出会いに、また職人さんとの会話を楽しみに、10回催し場へぜひお越しください。お待ちしております。